魔王だって言うからでかい魔王城を想像してたけど、すげえ普通の家だよな。もともとはそこそこ大きな城に住んでいたんだけど、引っ越してきたんだよ。え？もともと君はきらびやかな世界があまり好きではないタイプだったんだけど、ハティーフを引き取った時に子育てしやすい環境がいいって言って。あ、そうだ、俺家買ったからここ出てくわ。え？知らない間に家を買っちゃっていてね、びっくりしたよ。家を買っちゃっていた？金持ちか？あ、なあ、俺掃除終わらせたら元の世界に帰らせてもらえるんだよな。無理だよ。は？どういうことだ？だって向こうではもう死んだことになってるし。父さんはこっちの世界では火事で死んだことにしておくから安心して。あれ冗談じゃなかったのか。こっちに来る前に丸焦げの死体も作って置いてきたし、戻ったところで帰る場所もないし、下手したら警察のお世話になるかもね。お前らに人の心ってもんはねえのか。悪魔だからね。ちくしょう。けどまあ向こうの生活が良かったかって言ったらそうでもねえし。よし、ここに住む条件決めるから、あのチビ呼んでこい。いいか、条件を破ったら俺は出てくからな。人間界に帰るの？魔界で家出するの？はいはい、家もないのにどこ行くの？黙らっしゃい。やっぱ条件破ったらお前らが家出てけ。うん。条件言うぞ。その1、出したものは元の位置に戻せ。出しっぱなしにするから散らかんだよ。おう、それはそう。その2、家事は分担。お前ら二人も掃除やら洗濯やらやってもらうからな。パパ大丈夫？頑張る。その3、原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。